中国、新疆にある風力発電所。新疆の風力発電所。新疆ウイグル自治区、ウルムチ市にある金風鍵の風力発電所。中国の風力発電では中華、人民共和国における風力発電の事情について解説する。中国は風力発電の分野で世界をリードしており、世界最大の設備容量を持つのみならず、 発電施設建設数の急成長を維持している。広大な陸地と、長大な海岸線を有する中国は、極めて豊富な風力資源を持っている。利用可能な発電容量は、陸上で 2380GW、洋上で 200GW と見積もられている。2015年には、中国の風力発電の設備容量は 30.5GW 増加して、 総計 145.1GW となり、発電量は国内総消費の3.3%に当たる 186.3TWh を記録した。同年、中国は風力発電の設備容量と導入容量のいずれについても世界の首位に立ち、設備容量 74.4GW、導入容量 8.6GW であった2位のアメリカに大差をつけた。 しかし設備利用率で中国は大きく遅れをとっており、発電量ベースのランキングでは発電量 190.9TWh のアメリカが僅差で主位を占めている。中国政府は2020年までに風力容量を 250GW に引き上げ、全消費電力の15%を再生可能エネルギーで賄うと公約している。 2015年末の風力発電の設備容量ランキングは1位、中国、2位、アメリカ、3位、ドイツ、4位、インド、5位、スペイン、6位イギリスの順である。中国は風力発電を経済成長の重要な要素とみなしてきた。ハーバード大と聖火大学の研究者による子孫では2030年には風力発電で 中国国内の電力需要を完全に満たすことができる。しかしこれまでの実情としては中国における風力エネルギーの活用は風力発電能力の著しい充実ぶりに必ずしも見合ったものではない。福建省六号半島に設置されている風力タービン。中国最大の風力タービンメーカーは新疆ウイグル自治区に本拠地を置く金風鍵である。 1998年に設立された同社は、積極的に新技術開発に取り組み、シェアを拡大していった。2006年には35%のシェアを占めるまでになったが、2012年にはやや後退して19%となった。金風鍵は2014年現在も、中国の風力エネルギー業開催大手であり、風力施設の新規導入の19%を手掛けている。 それに次ぐのがシェア11%を占める国電連合動力技術及び9%の名、アキラ風電である。中国国電集団の子会社の一つ、流源電力は集合型風力発電所事業に初期から参入しており、ある時点では中国の風力発電所の40%を運営していた。2006年6月28日に、 北京で開催された2006年アジア風力エネルギー大会において世界初の永久磁石マグレブ風力タービンが中国の開発者によって公開された。中品久資源ん農原化はマグレブ風力発電の技術基盤形成に4億人民元を投資し2007年11月に建設を開始した。中品久資源はマグレブ発電装置が16億人民元の 年間収益を生み出すと予想している。六号半島の名称、六号中小河楼に近い風力タービン。福建省、浦県六号鎮にある組み立て施設に集められたタービン部品。2005年、全国人民代表大会の常務委員会は、再生可能エネルギーによる電力をすべて買い取ることを、中国の電力配送会社に義務付ける法案を成立させた。 2006年に上海電力は風力発電所などから 64.485GWH のグリーンエネルギーを買い取ったが顧客と販売契約を結ぶことができたのはそのうち23%に過ぎなかった。同年に再生可能エネルギーを購入した消費者は6482個にしかならずその理由としては風力発電の料金が 石炭火力発電よりもキロワットアワーあたり0.53元高いことが挙げられる。翌2007年には、上海の風力発電所の出力総量は 100GWh に達し、12万個の家庭に供給できるほどになると見込まれていた。この年、上海では22の法人が再生可能エネルギーを購入したが、その1、3が国有企業であるのを除けば、 残るすべてが外資系企業であった。上海市が再生可能エネルギーを購入することもなかった。上海の電力使用量トップ10企業で再生可能エネルギーを購入したのは2006年に一点に GWH の再生可能エネルギーを3年間にわたって購入する契約を結んだ宝港集団だけであった。中国海洋石油総工事の会長、風星玉は 中核事業である石油と天然ガス以外への多角化を図るため洋上風力発電の共同開発パートナーとなる国際企業を求めていくことを2007年4月22日に海南省のカンファレンスにおいて表明した2007年中国国際風力エネルギー展覧会におけるリポートでは2010年までに上海の電力需要の5%が 風力によってまかなわれるとされた。臨港新城には、上海の中国製風力発電所第1号を建設する計画が立てられた。その規模は7メガワットで、2008年初頭に発電を開始し、加藤電網へ送電を行う予定であった。上海市ではそれ以前から数年にわたって、風力発電所の新規建設が進んでおり、2005年時点で南菊、南北、方圏区、 数メ区クに合計18機の風力発電機が設置されていた。それらの総出力は24.4メガワットであった。三島省伊会市の街頭に取り付けられた小型風力タービンとソーラーパネル。2008年の終わりまでに少なくとも15社の中国企業が風力タービンの商用生産を行っており、さらに数十社がコンポーネントを生産していた。 タービンのサイズは1.5メガワットから3メガワット級が一般的なものになった。この時期、海外の最有力メーカーと並んで、中国の風力発電開発をリードしたのは、金風鍵及び、東方電ス花鋭風電であった。また小型風力タービンの生産も増加し、2008年には約8万台に達した。業界観測筋によれば、これらの発電機を通じて、 中国の風力発電産業は世界金融危機の影響を指して受けなかった。2010年の終わりに風力発電の設備容量が 41.8GW を記録したことで中国は風力エネルギー供給で世界のトップに立った。しかしその容量の1、4は送電網に接続されていなかった。2011年に中国が着手した計画では 2015年までに 100GW の風力容量を送電網に接続し、年間 190TWh の発電を行うことになっていたが、容量についての目標は2014年に早期達成された。中国は風力発電の設備容量が 100GW に達した最初の国となった。2012年5月時点で中国には、 創業可能な洋上風力発電所が2カ所建設されていた。東海大橋の傍らに建設された上海、東海大橋海上風電場は中国で初めての洋上風力発電の実証プロジェクトであった。建設開始は2009年4月で、2010年には試運転として上海万博へ電力を供給した。総額1億200万ドルに上る花鋭風電製。 3メガワット級タービン34機によって構成されていた。もう一方は、流源電力がチャンス省の長官隊に建設したパイロットプラント、流源チャンス所と150メガワット会場市販風、電場である。出力規模は150メガワットで建設コストは5億人民元に上り、2012年から稼働可能となった。中国は、 洋上風力発電の容量を2015年までに 5GW へ、さらに2030年までに 30GW へと引き上げる野心的な目標を設定した。しかし、開発は予想されたほど急速には進まなかった。2012年の終わりまでに導入された容量は 389.6MW に過ぎず、2015年の目標とは大きな開きがあった。 2014年5月時点で総容量は5 6 5ットであり、2015年になっても目標の1、5にも満たない9 0 0ットにしか達しなかった。洋上プロジェクトの開発が遅れた背景には、洋上発電を推進する国家農原局と海洋開発及び環境保全を管轄する国家海洋局との意見対立があったとされる。 これら政府機関の間の調整は2014年半ばまでに終了し、国家農園局は2015年の終わりまでに新たな養生プロジェクト44件に認可を与えた。これらの合計容量は2020年までに 10GW を突破すると見られている。そのうち最大のプロジェクトは、福建省の南日島に建設が進められている 400GW の養生風力発電所である。 2016年半ばには、福建省保電市平海湾に中国発の民間風力発電ファームを建設する計画が立ち上げられた。同年10月には国家海洋局が洋上発電所の建設に関する包括的なガイドラインを交付し、洋上風力発電の開発に弾みをつけた。洋上風力発電開発が遅れたもう一つの要因は、 国内タービンメーカーが洋上部門の経験を書いていたことであった。これにより開発主体は海外製品を使用することを余儀なくされ、結果としてドイツのシーメンス社が中国における洋上風力タービンのサプライヤーのトップとなった。2015年末、金風鍵の操作用会派は洋上風力発電のマーケットが有望であることを述べ、 将来のシェア拡大を目指して5年間にわたって研究開発に注力する意向を示した。このほか、海洋開発に必要な巨大な投資とそれに伴うリスクが渡し、企業への参入障害となっていることも問題とされている。関粛省主戦市に建設されているガンス、ウィンドファームプロジェクトは中国政府によって認可された6つの国家風力メガプロジェクトの一つである。 2020年までに 20GW 規模へと成長させる計画で、概算コストは1200億人民元である。2008年には電力を喪出するため 750KV の交流送電線の建設が開始された。完成後は、世界最大の集合型風力発電所となると考えられる。 中国では送電網の容量が風力発電所の成長に追いつかずにいる。2009年に中国の風力発電容量のうち送電網と接続されていたのは72%に過ぎなかった。2014年には送容量 114.6GW のうち 96.37GW が送電網に接続された。国家農園局の発表では 2015年の前半だけで風力によって発電された電力 1.75TWH が利用されずに終わった。2015年に中国経済が減速したことも電力部門の需要源と過剰生産につながった。電力容量の余剰を削減し再生可能エネルギーの利用を拡大するため中国政府は2016年から3年間にわたって 炭鉱の新規開設を認可しない決定を下した。2015年に、下北、東北、西北地域で発生した風力発電による電力のロスは 34TWH に上る。2014年、アメリカ合衆国は風力発電の容量で中国に遅れをとっていたにもかかわらず、中国が接続性と送電容量の問題を抱えていたために発電量で上回った。 エコノミスト氏による2013年のリポートでは中国の風力発電所は電力系統への接続が効率的ではないためアメリカは同等の容量を持つ風力発電施設から中国より40%大きいエネルギーを生産していた中国山西省にあるエンビジョンエナジー社の風力発電所を映したパノラマ写真ありがとうございます